エレナ・ドルレアンスは、イタリアのアオスタ公、エマヌエーレ・フィリベルトの妻。フランス語名はエレーヌ。フランス王位請求者のパリ・ハク・フィリップとその妻、マリー・イザベル・ドルレアンの次女として、イギリスのトゥイッケナムで生まれた。少女時代のエレーヌは、イギリス王子のクラレンス公、アルバート・ビクターの花嫁候補とされた。しかし、父・フィリップが結婚に伴い、エレーヌが、 イングランド国教会に改修することに難色を示したため、成立しなかった。次に、皇太子、ニコライの花嫁を探すためヨーロッパを歴訪していた、ロシア皇帝アレクサンドル3世に見染められたが、ニコライが、ヘッセン大公女アリックスと恋仲になったことから、これもご破産となった。1895年、キングストンオンテムズで、エマヌエーレ・フィリベルトと結婚した。 第一次世界大戦のリビアで、エレナは志願して看護婦として、赤十字社で働き、戦後に勲章を授けられた。その後、研究のために、アフリカ、極東、オーストラリアを旅行した。1931年、エマヌエーレ・フィリベルトと死別した。1936年、オットー・カンピオーに大佐と再婚した。第二次世界大戦中、エレナは、 ファシズムの擁護者となり、彼女の息子たちはムッソリーニに徴用された。彼女が熱烈なイタリア愛国者に転向したことは、聖火のオルレアン家に衝撃を与え、エレナと両親の中は断絶してしまった。1951年、カステランマーレディスタービアで死去した。ナポリのマートレデル・ブオン・コンシーリ教会に埋葬された。ありがとうございます。